会イエーイ。日常の移動手段として便利な自転車、小さなお子さんから高齢者まで気軽に使える身近な車両です。しかし自転車と自動車や自転車と歩行者との事故が後を絶たないなど、安全な乗り方を正しく知ることが大切です。東海市は新たに条例を制定して、安全で正しい自転車の乗り方を推進しています。自転車は身近な交通手段として幅広い年齢層に利用されていますが、交通ルールが十分認識されていないことやマナーの悪化により自転車の事故が相次いでおり、東海市においても自転車利用者が自動車と接触し頭を強く打ち死亡する事故が発生しています。また近年では自転車の利用に関わる交通事故により高額な損害が発生する事案も見られます。そのため自転車の安全な利用の促進に取り組み、市民の皆さんが安全で安心に暮らせる地域社会の実現を目指すために、東海市自転車の安全な利用の促進に関する条例を制定しました。今回制定された条例のポイントは4つ。交通安全教室の推進、法令遵守、ヘルメットの着用、自転車保険への加入です。平成30年中につきましては、71件の事故がありました。今年になってからですと7月末現在なんですけども、50件の事故が起こっております。月ごとで割っていきますと、どうしても昨年を超える可能性がありますので、これを減少傾向につなげていきたいと思います。それでは自転車の正しい乗り方や条例に基づいた東海市の取り組みをクイズを交えながら紹介します。では第1問。広い歩道では自転車も走ってよい、丸でしょうか、×でしょうか。はい、答えは×です。歩道は歩行者が通るところです。自転車は車両ですので車道の左端を通ることになります。ただし、次の3つの例外がございます。1つは自転車歩道通行課の標識があるところ、それから13歳未満、70歳以上の方、もしくは車道を通行することに支障のある身体障害者の方が例外になります。また車道を通行するのに支障がある工事、駐車車両などがある場合には歩道を通行しても結構です。東海市では正しい自転車の乗り方を推進するため自転車安全利用講習会を開催しています。亡くなられた方がですね、189名自転車一人用です。ほぼ講習では自転車の基本的なルールの確認や東海市が行っている制度を学ぶことができます。参加対象は中学生を除く15歳以上で市内在住の方。次回は11月9日土曜日の予定です。はい、まあ、僕も普段ロードバイク乗るんで気をつけなきゃいけないなと思いました。やっぱりね、左側通行ね、あと2人乗りダメだとかね、いろいろ、あとは死亡した自転車とね、老人との事故のね、やっぱりそういう事故あったらいかんということでね、思いました。東海市内で起きた自転車が関係した事故を紹介します。こちらは
平成31年1月に起きた事故です。飲酒運転の上、赤信号を無視した自動車に自転車で横断歩道を渡ろうとしていた10代の男性がはねられ重傷を負いました。また太田町浜新田では自転車に乗った70代の男性が自動車にはねられた死亡事故も起きています。こうした事故はいつどこで自分や家族の身に起こるか分かりません。より安全に乗るためにはヘルメットの着用が欠かせません。東海市ではヘルメットの購入に関して補助をしています。対象は市内在住で小中学生が着用するヘルメットを購入する保護者、そして自らのヘルメットを購入する方です。こちらは自転車安全利用講習会への参加が必須となります。補助を受けることができるヘルメットは対象となる安全規格マークがついたものです。詳しくは市役所3階交通防犯課までお問い合わせください。対象となるヘルメットが購入できる店舗はご覧の通りです。ではクイズの第2問です。自転車が交差点を渡るとき従うべきは歩行者信号でしょうか、車両用信号でしょうか。基本的には車両用信号になります。ただし歩行者自転車専用信号がある場合にはそちらに従ってください。またただしなんですけども、自転車横断帯があれば自転車横断帯を、自転車横断帯がなければ横断歩道の横を走ることになります。基本的に横断歩道上は押して渡るのが原則なんですけども、乗っていい場合は周りに歩行者がいない場合、こういう場合には徐行して渡ることができます。続いて第3問です。軽車両である自転車は右折するときは車両と同様に右折する、丸でしょうか、×でしょうか。はい、迷うところですが答えは×です。まず、前方の青信号に従って直進し、渡り切った先で方向を変えてまた対面する信号が青になってから渡ります。いわゆる2段階右折ということになります。それでは最後のクイズです。歩行者と事故を起こした場合、未成年であれば賠償責任は生じない、丸でしょうか、×でしょうか。これも×です。未成年者であるということは保護者、この方に責任が及びます。したがって保護者責任ということで損害賠償が生じてしまいます。9521万円、これは小学生が起こした自転車事故での賠償金です。夜間自転車で帰宅中に歩行中の女性と正面衝突、女性は頭蓋骨骨折などで意識が戻らず、監督責任を問われた母親に賠償命令が下されました。皆さん、自転車保険に入っていますか？名古屋市ではすでに条例で保険加入が義務付けられています。自転車だからといって軽く考えず、万が一に備えてください。生活に便利な自転車、しかし被害者にも加害者にもなりうる自転車、正しい乗り方を皆さんで広めて、マナーの良い安全な東海市を目指しましょう。